ちゅー、え、ちょ、待って、え、待って、忍者おる。うわうわ、調子で、出てきたよ。実況は C-。 え、どうも9連敗くんです。僕のことは今日9連敗くんと呼んでください。よろしくお願いします。やっていきますか。ただいま S プラスの、1の333ですね。ちょっとモチベ上げていきましょう。で、9連敗はね、来るものあるね。来るものがありますね。あれ、これ俺の戦績かって思うような状況なので、ちょっとあんまり実況はできないかも。それぐらい今追われてます。え、死んでない？あぶね、マジかよ。今の倒せてないんか。まったと思ったから、2人で殴ればすぐ勝てるやろう読みやってんけど、意外と勝てなかったの。まあスパッタリやからな、横移動するもんな、仕方なし。さあ頑張っていきましょう。あ、ナイス。もうほんまに来るものあるわこれ。何なんでしょうね、9連敗って初めてしたわ。お前何してる。ちょ待て、誰やお前。ナイス。シュワー、見せますわ。最後勝ったんここですわ。ここら辺がめっちゃ調子良かったんですよね。まあ、なかなか調子いいなっていうところが続いていて、こっからですね、まず、勝ちましたよと。ここ負けましたよと。まあ、1敗、2連敗、まあ、3連敗、4連敗、で、5連敗。ほんで、ここで、まあ、6連敗。めっちゃ引きずったんですよ、こっから。ずーっと引きずって。で、まあ今日は日曜日っていうこともありまして、その日曜日一日中暇なので、やるかって思ったら3連敗しまして、もうここ最悪ですね。5キル12です。0キル5です。12キル9です。ここで調子がようやく出てきたかな、みたいなところなんですけど。で、3キル1です。今のでようやく勝てました。こう見せるに見せられないような。内容、別にまあ内容はいいんですけど、あまりにも、俺のメンタルがぶっ壊れてですね。まあそんなんが続いてました。3連敗するとね、ポイントもらえるんですよね、ちょっとだけ。まあそれが30とか、もう12とかでもう見たくないみたいな。むしろ0でええやんみたいな。そんなんが続いてました。よいしょー、頑張っていきましょう。あ、9連敗が終わった。落ち着け俺。マジで落ち着け。一旦落ち着くところから始めようか。あ、上ないんや。このガチホコに関しては。あ、ちょっと待って。ガチホコって、上ないんやね。あるんか？あった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 。はい。待ってな。まずは俺が先頭立つべきちゃう。まず俺先頭立たへん。ちょっと待って、早くない？行くの。めっちゃ早かったな。おいしょ。その子落としたら、ナイス。その子落としたら、おっしゃー。とりあえずな、一旦関門置いとこか。めっちゃ早かったな。もう、イノシシのごとく突っ込んでいかはったわ。おいしょ、飛びますか。さて、リードさせていきましょうや。うおー、びっくりした。ちょっとエムずれたし、焦りすぎて。あーっと下がりながら、あの9番ボブが刺さってくれたらな、めちゃくちゃありがたかったんやけどな。と、うまくはいかない。ナイスー。はい。ヒーローシューターがここにおんねんな。どっかいない。ここか。よし。一歩でも多く進んでいく。ナイス。あぶね、飛んでこれるか、飛べないか。29まで進んだけどな。29、肉の日ですね。どうでもええわ、飛びましょう。おい、待った、これ進めへん。え、進んでる。え、ちょ待って、え、待って、忍者おる。ジャパニーズ忍者おったけど。忍者のさ、 J ってさ、ジャパニーズらしくってさ、
ジャパニーズジャパニーズになりそうな気するよな。負の連鎖に入ってるんやろな、きっと。こう負けてるからちょっと引き気味にしようとかさ、ちょっと引き気味で味方を守る動きにしようとか、そういうことばっか考えると逆にプレイが雑になってくんやろな。普段と違う動きをしてるんやろな。それのせいでちょ引き気味にしよう。こういうのね、こういうの。ありがとう、スプラ2。スプラ2にお別れを言ったんか。スプラ2の民もいます。僕はちなみに6年ぶりのスプラトゥーンです。何してる何してる何してる。ちょ待て、忍者おる忍者おる忍者おる。もう最悪、また忍者おったわ。よし、とりあえず倒した。ウルトラスアルティメットショット対決、勝ったせてくれ。どう、どこまでいける、どこまでいける、俺たちどこまでいける。リッター落とせ、オッケー。落とせてないんか今の。いやー、カニタンク、いやー取れない、しかも取れない。ナイス、いけるぞこれ。いっけー、61、一発ぶち込め。おっしゃ、倒した倒したけど、こっちも倒されてるもんな。一旦引くか、これ一旦引くか。お、びっくりした、調子出てきた、俺調子出てきたか。いっ、あーソナーやんな、そんな気してん。ソナーなんとかなるかなっていう運ゲーにかけた。まあ体力80ぐらいあるやろみたいな。全然なかったわ、20ぐらいしかなかった。よし、調子できた、調子できたぞ。俺のこの9連敗、ボムは刺され、おら。ちなみにあれらしいですよ、ボムってあのアイコン出てくるじゃないですか、矢印のマーク、あれが5回上下に下がった瞬間に打ったらちょうど、あー爆発するらしい。まあでも60と61なんやったらなんとかなるんちゃう。ちょっとマジでブラスターむかつくな。ブラスターがもう、お前ちょっと待て、ナイス、どこまでいった、49、カニタンク、いやーきつい、カニタンク落とせねー。ナイスナイス、カニタンク使っちゃったね。ちょ、こっちの番じゃね次。はい、まずボムで牽制しつつやんな。あ、後ろおったの分かってて。でも648ぐらいやったらなんとかなりそうやんな。ほい、待って、めちゃ進むやん。矛が、矛がない、おこが前、おいおい、3人落とした、3人落としたで、3人落としたで。こっちの番ちゃう、あーあー、49、うーわ49か。待てよ、落ち着け落ち着け。ブラスターとあんま 1v1 したくないよね。ブラスターはちょっと2人がかりで落としたい感はある。うーん、でもリッターが覗いて、いい構成してるよな相手。ナイス、あんま飛びたくないが飛ぶしかない。おっしゃ、1人持ってった。着地狩りされかけたけど、まあされたけど、1人持っていけたのならこんなにきついもんなんやね。ボム投げて、よし、とりあえず方向防いだ。ナイス、破壊しろ、行こうぜ。あー、リッター、うーますぎだろそれ。飛べ、飛ばして、飛ばして、めっちゃ飛ばして、
無理やったか。49まで進まれたのがきつかったか。連勝終わるか。終わったか。終わったか。さあ俺にはやはり殺意が足りなかった。相手殺意バリバリやね。お風呂2人おるで。やっていきますか、シューター対決。どっちが強いのか。まあでもこっちハイドラントがいるのでこっちの方が強いと。割るのはこっちの方が強い。だがしかし前に出るのが難しいね。あのお風呂2人相手になんとかハイドラントの子が誰か落とすか。おいしょ、俺が落とすか。落とす手段を手に入れた男。あともう一発どっか当たれ。当たらんか。雨降らし終わったら生き、また雨降らし、ちょっと待ってや。こんなに雨降らされたら前出れへんな。同じような気持ちよね。あでも前出ようぜこれ。ガチホコうまでええんちゃうの。よいしょ、ナイスナイス玉ナイス。これ爆発したらいけない、いける、いけない。めっちゃ行きたい、めっちゃ行きたい。もう行くわ。行けるとこまで行ったろうぜ。おっしゃー、ナイス。いいタイミングの関門突破やったね。お風呂がちょうど打ち終わったタイミングやった。ほい、飛んでいきましょう。まあ、ガチホコ奪われたが制圧力すごいな相手。よっしゃ、とりあえず、ああでもお風呂と相打ちなんや。今の4発全部食らったな。いや正面から行くべきではなかった。気をつけよう。お風呂の正面からってもう全部食らうもんな。待った待った、やめてくれやめてくれやめてくれよ。マジか、ナイス。これほんまに破壊されたくない。突っ込も突っ込も突っ込も、行こう、行くしかない行くしかない。これいやー。全員飛んできたが、全員飛んできたが、え、まだいる？さすがにおらんよな。もうさすがにおらんよな。61、いやこれあるよな可能性。で待ってな、打ち終われ早く。あーもう、あずれた、エイムがずれた。あんなに時間かけたのにマイバット。飛びますか飛びますか、いや飛ばないですか。これ相手攻めてくるもんな、絶対的に攻めてくるもんな。立ち回りを意識しろ。 OK、 立ち回り意識しろ。こナイスやけど、まあでもシューターにやられ、いややられないのが一番楽やねんけど。飛びます。2分防衛するのって結構きついしな。これどっか攻めたいよな。攻めるタイミングがないもんな。ここでやられた。待ってな、はい、飛ぶ、飛んでくる。 OK、 ちょっと我慢するわ。待ってな、す、あウルトラショット試させてほしい。ウルトラショットがたまらない、ウルトラショットがたまらない。ウルトラショットをためたい。ナイス、たまった。よし、倒せてないや今の。おーし、おい待って、めっちゃ集中してる、めっちゃ集中しよう。ここ大事なところよ。ナイス。さてお風呂が、お風呂がいると。よっしゃよっしゃ、あぶねえ。前に出るきっかけがないな。あのお風呂2人の破壊力すごいな。あと1分でも耐えれば勝てる、耐えれば勝てる。耐えれるんか、耐えれるんか俺たち。ちょマジスプリンクラーって地味にダメージあんのがだるいよな。ガチホコ奪われた。だがしかしあれでも相手からしたらあと2回のチャンスよね。ここでおとなしくしといて来たところを仕分ければ、おいまず1人ボムさえ投げてればなんとかなりそう。これスーパーショット、違うウルトラショットもったいなかったな。あ最悪、最後一発出んかった。行くのかい、違うな、行ったんじゃないな。いやこれ割らんでいいか。さあ最後のファイナルバトルです。ファイナルバトルやっていきましょう。
ほい。うおー、これ構成マジ誰が考えたんっていうぐらいきついな。よっしゃ倒した。びっくりした。味方か。ナイスナイスー。え、マジで前出れへんな。ああいう時でどうしたらいいんやろな、シューター。さて、ルールはガチアサリですね。頑張っていきましょう。お弁当、お弁当とかも久しく食ってないな。嘘ついた、おととい食ったわ。おとついなのかおとといなのか非常に悩むくない。関西がおとついなやったっけな、関東がおとといなやったかな、どっちか忘れた。普段なんどっちで言ってんのか。オッケー、とりあえず一人持ってった。こういう時って悩むよね。さて、左から攻めていこうかって言おうとしたら右からやったわこんなんばっかりやな今日。脳を働かせろ、脳を動かせ、前に出ろ。俺脳を動かせ、前に出ろ。よし、ワイパーを落とした。ほんでもう一人厄介なのがおるから、この子はボムで牽制しつつ体力回復して前に進む、前に進め。あーしー、惜しかったな今の。打ち構成すごいな、全員近距離武器やん。もうもはやいいやん、銃で殴ろうぜ。もうここまで来たら弾撃たずにさ、銃で殴ろうぜ。こっちか、当たった。オッケー、ナイス。オッケー、一人持ってった。あとはあの子だけやな。落とせるか俺、ワイパーやんな。どこまで下がる君、マジか。そこまで下がられたらちょっと無理やな。敵も来たもんな。待て、高低差、わざわざ高低差のあるところに逃げてしまった。オッケー、一人持っていく。なんかすごい進まれてる気がする。大丈夫か。よっしゃ、調子戻ってきたんじゃない。まだいる、まだいんの。オッケー、倒しとくわ、倒しとくわな。さあ行こうか。調子出てきたよ。実況は C-。 ほいほい、ボムが当たらんのきついな。よっしゃー、なんか刺さったぞ、噛み合ったぞ。全てが全てが噛み合っていく。絶対こっち来るやろ。ごめん、噛み合わんかった。待ってな待ってな、ここ大事なところよ、大事なところ。カモンカモンベイベー、カモンベイベー。よっしゃー、逆襲の末やし、ミネットの思いが味方に伝わった。伝わってない。ぐすんぐすんぐすん。ここまでさ、あそこまでやってさ、こう振り出しに戻ってんのやばない、このルールほんまにやばいと思うねんけど、どないする、どうする。俺これ以上結構偶然感あってんな今の。うまいこと全て噛み合っただけでこういけるかって言われたら、同じことができるかって言われたら微妙なラインなよな。しかも負けてるしこれで負けるのってすごいルールやんな、これ。まあそういうもんよね、ガチアサリってな。エリアやったらまだなんとかなりそうやけどな。これで36まで進まれねえからやばいよな。あいつ落とせへんかな。あ、いいことするね。でも落としとく。さて、でもエイムは戻ってきた、調子は良くなってきたんじゃない。どこにいる、そっちか。倒しとくわ。倒せない、あーごめん。今のはって感じだったな。うまいことスライドされたな。ナイス玉投げどっか。36か。いやでもメンタルはリセットされてきた。エイムの調子も良くなってきた。大事よね、引きずらない。こう一つ落とした試合を引きずらないっていうのはほんまに大事なことやと教わりました。教わりました。おっしゃー、こっからよ俺たち。やれ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 、全員やっちまえ、全員やっちまえ。ちょっとシールド強いなアサリ、アサリはさすがにいくよね。いやー、逆転するしたらこれがさ、ガチエリアとかやったら俺はなんとかなるやろみたいな思うけどさ、ガチアサリってこっから逆転できんのかなみたいな感じになるような。とりあえず持っていきました。もう一人持っていけるか俺。おっしゃー、持っていった、ナイスー。
ええんやないでしょうかい。ほい。あの子落としたい。落とせるか俺。落とせ。落とせない。誰やここに、誰やここに。皇帝さ、段差作ったやつ出てこいよ。かー、これ負けちまう。まあまあまあ、でもしょうがない、そういう試合もあるでしょう。そういう試合もある。でもエイムは戻ってきた、いいね。うわうわ、うわ、うわ、もう言葉はいらないのか、もう言葉はいらないのか。いる、まだ言葉は必要だった。いいね、いいね。よし、メンタルリセットメンタルリセットです。ありがとうございました。いい感じっすね。もう思い残すことはないでしょう。復活じゃ、復活じゃ。まだ続く。よしな、もうこれ以上は、ここから先は試合じゃなく地獄だぞお主ら、地獄だぞー。